がよく使う、よく使用する分布、名前がついているので、それを中心に、まず有名な2、3分布についてやりたいと思います。で、でこの記号についてはもうこの前説明しましたが、確率分布が等しいです、ね、つまりこの場合は P は確率、スモール P は確率、はい、で、1を取る確率が P、0を取る確率が1ということで、で、これ結局確率分布になっているので、それでじゃあなぜそういうことを考えるかというと、一応位置が成功を表します。成功したらカウントです。で、失敗したらカウントしないということが、まあ、この確率変数、この確率の、まあ、意味。つまり成功確率が P で失敗確率が1マイナスということですね。で、期待値を計算すると、で、事情の期待値も、ということは、分散は、分散はこの前やったように事情の期待値引く期待値の事情の期待で P 引く P 引く、つまり P を持ちマイナスになるとですね、はい、だからパラメータ P のフェルムイ分布を BP と書いて、それの確率変数、確率分布の期待値はパラメータ P、分散は P カッコ1マイナスとなると。で、次はもう二項分布をやると、で、今度 Y、 こっちに X を使ったので Y にすると、 Y がパラメータ NP の二項分布、Y イコール K となる確率が N コンビネーション K の P の解除を1マイナス K の N マイナス K となる。で、この範囲をかけと言ったけども、これが範囲ということですね。となる、確率分布を持つものをパラメータの2項分布というと。で、高校流の書き方してるけども、まあ、両方使うけど、大学以降ではこれを都合によりこうベクトル的な。NK とか、
なぜかというと、後で不の二項分布の時にこの N のところを必ずしも自然数じゃなくても不の整数にしたり、実数にしたりする必要があるので、まあこう書くと、まあ、だから二項分布に書くならまあどっちでもいいけど、後のことを考えるとこの記号に慣れといた方がいいということになるんですね。それでこの意味なんだけど、あのベルトニ分布の場合は成功するなら1、失敗するなら0で、あの二項分布もそれを N 回やるということで、まあ、意味をまず書いてみようかな。 Y のこれが Y の定義だけど、 Y の意味、 Y がどういう確率から来ているか、どういう思考から来ているか、N 回N 回ベルヌイ思考を行うときの成功回数ということが Y。でもちろんベルヌイ思考はベルヌイ確率変数にリンクしているので、成功か失敗しかない思考をベルヌイ思考と定義する。でもちろん成功確率だよね、うん、はい。でこれ実は高校の時にやってて、高校の時にはこれを分布って言ってなかったけれど、反復思考の定義、一応高校でもやっているということは、つまり高校での言い方は、N 回成功か失敗しかない思考を繰り返した時の成功回数が K である確率は N コンビネーション K の P の形状を1マイナス P の N マイナス形状で与えられるということが高校の教科書に書いてあるということね。